印象がなくなったら多分もう会社やらなくなっちゃうから、臨床家であるっていうところは外すことはできない。医療人で技術者でありながら会社を持っているからこその発想として、技術者でありながら技術をなくそうとするよ。その先生に会いたいのために次男が生まれて1週間でオーストラリアに3ヶ月行ったんですよ。今行かないと僕が崩壊するから。そうですね、僕はですね、まあ、ヨガとピラティスっていう世界で今どちらかというとこうメインに働いてるわけですけども、その、まあ、ヨガとピラティスが単純にやっぱ好きだったっていうことなんですよね。それで、まあ、僕はずっと実は合気道をやっていて、もともと武道の人間なんですけども、まあ、そこからまあヨガに出会って、まあ、ヨガにぐっとこう深く入り込んでたわけですけど、やはり体を動かすとか、まあ、身体技法で表現をするとか、まあ、そういうところが素直に好きだったと。で、それと理学療法をこううまくこう組み合わせたことが自分のある意味オリジナリティになっていったし、それがちょうど社会で、まあ、必要だった、必要とされたから、まあ、僕は呼ばれたりとか、なってるわけですから、まあ、そこはちょうどうまく当たったっていうことなんですけど、やはり自分の好きだということを素直にこう追求していく姿っていうのは、やっぱりそこが大事なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、どれくらい好きか。例えば僕だと今インドにちょっと今回は行けてないですけれども、毎年行って今6回インドに行ってますしもう一回そのヨガの流派で、実は僕オーストラリアの先生にすごくこう弟子入りして、まあ、今でもしてるんですけども、その先生に会いたいがために、まあ、これは本当に女性からするとすごい非難を浴びるんですけど、次男が生まれて1週間でオーストラリアに3ヶ月行ったんですよ。もうそれはもう子供を置いて何言ってんだって、もう本当にみんなにそれだけで離婚だよって言われますけど、まあ、本当その件でも本当に自分の妻には頭上がらないんですけど、でも本当その時にも、まあ、妻にも言いましたけど、もうとにかく僕は今この学びを今行かないともうおかしくなる、もう今行かないと僕が崩壊するから、もう息子が生まれたことはもう最高だと、最高なのは分かってるんだと、だけどここの今行かなかったら僕は崩壊すると、どっちがいいっていう話をして、それでごめん行かせてくれって言って、まあ、その代わり行ったらもう一回電話するから、まあ、電話しても生まれたての時代は何もできないんですけど、それで行っても3ヶ月行って、まあ、帰ってきたらもう首座ってましたから、おーみたいな感じでしたけど、だ 次男も覚えてないと思いますけど、頭が上がらないっていうか、ごめんなみたいな、いつも次男に置いてってごめんなみたいなのがちょっとあるんですけど、やっぱり好きっていうのがそこまでですね、うん、そこまで好きです。なるほど、ね、うん、それ許してくれた奥さんも素晴らしいですね。いや本当に頭が上がらないです、うん、でもう一つちょっと、はいはい、スライドを用意してました、はいはい、ですね、想像発想を楽しむアイデアということで、うんうん、まあ、これ僕がそういうちょっと特徴なのかもしれないですけど、うん、まあ、妄想癖じゃないですけど、もっとこうだったらいい、こういうのがあったら絶対便利だとか、なんかそういうのをこうがどんどん浮かぶんですよね。浮かんできちゃうので、なんかこう形にせざるを得ないというか、浮かんでくるものを、まあ、書き留めたり、まあ、時にはまあ文章としてもちろん書きますし、僕の場合は体で動かせるので、それをまあワークみたいな形で新しいエクササイズを作っちゃったりとか、そういうこうアイデアがどんどん浮かんでくるって、まあ、正直止められないものがあってですね、もうこれもだから癖なんだと思いますね。もう虫になれないんですよ。どんどん出てきちゃうんですよ、こうやってると。ちょっと怖い部分もあるんですけど、でもそれってやっぱり何かをクリエイトするとか、どっかと一緒に例えば企業さんとやりますっていうと、アイデアが出てくるんで、やっぱり喜ばれるんですよ。あ、そういうアイデアいいですね、とかっていうのが出てきて、まあ、重宝されてますね。うん、多分言われたことしかしないっていうのよりは、言われた、まあ、依頼されたことを、うん、に色をつけたりして、なるほどね、まあ、邪魔と思われてるかもしれないですけど、うん、それをやると結構喜ばれてるのがあるので、なるほど、アイディアっていう妄想するっていうか、まあ、ありますね。僕何から何まで先生に似てて嫌になっちゃうんだけど、僕もなんかほらこう浮かんじゃうタイプで、浮かんじゃうタイプなんですね。そういう人ってね、結構こう周り振り回すタイプかもしれませんね。
やっぱりこうバーって浮かんで、僕の悪いところは浮かんでそれを何だろう、無限化する力があんまりない。それで空回りするところは多かったけど、今はまあ優秀な社員が結構いるので、それをやってもらって、あ、すみません、ありがとうございます。なるようになったけど、こうよく友達とかに言われるのは、うちの奥さんに、いや、よく一緒にいられるねって言われる。だから自分で発想してどんどんやっていっちゃうからね。だって家だって、今の住んでる家だって、もうそれこそ買ってきちゃったからって、買ってきちゃったからってどういうことですかって言われたけどね、まあ、そういうとこがあるかな。だけどまあ経営者で、やっぱり経営者ってそういう人が多いよね。どん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 次から次へと浮かんできちゃうから、どんどん先進みたくなっちゃうっていう人が多いかもね。そうですね、うん、やっぱりアイデアがないと先に進まないんで。なるほどね。でその上で、まあ、また難しいのはそこでこう取捨選択をするっていう時には浮かんだけど、まあね、うん、これ一回捨てようと、うん、そこはやっぱり判断が必要ですね。大事だよね。そこから先何を選ぶかっていうことも力だからさ、うん、そこもきっと大事だろう ね、 そうですね。そこも違いが出るところかもしれないね、うん、経営者はいろんなね、うん、かもしれない。じゃあ最後にちょっとまとめることということで、うん、これは僕の先輩がですね、時系時代の先輩が、うん、論文をこうバーッと僕重ねてテーブルに置いてたんですよね、うん、そしたらそれがダメなんだよって言われて、うん、読んでんのか、うん、で後から読み返すときにそれできんのかって言って、うん、でいや直人さつってまとめるっていうのも能力なんだよっていうその時言われて、うん、やっぱその先輩はファイルにきれいに入れて、うん、もうパッとこれが必要だってさっと出せるようになってたんですね、うん、それで、まあ、その時、まあ、そこまで僕もあはいくらいでちょっと流してましたけど、うん、だんだんこう通してやってくるに従って、まあ、あと若い子のやっぱりそういうの見たりしても、例えばパソコンとかもそうですけど、うん、パッと開いた時にフォルダーがいっぱいになってガーってなってると、うん、ああこれはと思ったりしますね、うん、やっぱり整理をして必要なところにやって、それが整理されてるからポッと取れるとか、うん、あと僕なんかはまあヨガとかピラティスをまあまとめて、うん、で言ってみたら知的財産というかアイディアなので、うん、体操っていうものにその僕のオリジナリティをつけて商品にしなきゃいけないんですよね、うん、そうするとまとめる力がないと、うん、知的財産って形がないじゃないですか、うん、もうこういうプロダクトを作りましたって言ったら分かりやすいんですけど、こういうふうにしてこういうふうにする順番を定めてこのエクササイズをやることをシステムとして作りますとかっていうのはこれ形がないものなので、それはやっぱり見えるようにしてまとめる力がないともう商売にならないんですよね。なるほどね。だからそこはもう本当にその時の先輩の言葉がもうずっとやっぱ残っていて、まあ、まとめるということを気をつけてたから、あ、今こうやって、まあ、今やってる仕事っていうのは対面でやる、もちろんサービス業もありますけど、そういうコンテンツを作るっていうコンテンツ産業をしてるわけですけど、そういうコンテンツっていうのを作る場力になったんだなと。先生は今僕3つ言ってきちゃいましたけど、その違いの違いっていうのを先生は。なるほどね。僕が持っているのは、まあ、一番世界の、ね、名著の一つですけど、7つの習慣でスティーブ・アル・コビーが言ってる言葉があって、まあ、最初に言った言葉はスティーブ・アル・コビーじゃないんだけど、何かというと、成功者とそうでない人の一番の違いは何かというと、人が嫌がることを習慣化することに成功化したというふうに言ってるんですね。で僕が思うのは、その人が嫌がることでも、例えば好きでずっと続けられる場合もあるし、うん、その人がそれほど好きじゃないんだけど、まあ続けられてることもあると思います、うんうん、でも、うん、その人が好んでても好んでなくても習慣化ということが、うん、一番やっぱりたくさんいろんな人見てて一番成功者の共通点かなと思いますね、うん、だから僕はすごく思ったのは、自分の子供が生まれた時にまずすごく焦ったんですよね。今の自分ではいけないというふうに、で自分は何ができるかなと思って思った時に、まあ、早起きは昔から得意だったんですよ、うん、だから早起きだったらずっとできるかなと思って、でそれからずっと早起きを続けてるんですよね。だからもうそれからはお腹が痛くて1日だけサボった日はあったんだけど、うん、最初5時ぐらいから起き出して、まあ、だんだん早くなって、今2時59分に起きてるんだけど、2時59分に起きるようになってから、本当、この12年間で1日しか通ってない。それぐらい。他はもう何もない、僕には。
だけど、まあ、そういう意味では習慣化だから、その、だから普通の人よりも膨大な時間が生み出されるよね、そのことによって、うん、そうですね、だから、それをずっと繰り返してるから、普通の人よりも能力がないんだけど、普通の人よりも使ってる時間が膨大だから、しかも朝の誰も邪魔されない時間だから、うんうん、電話もかかってこない、朝3時に電話かけてる人いないからね。やはり今僕が今一番力に入れてるのが、まあ、僕がそれこそまとめたコンテンツとして、まあ、ファンクショナルローラーピラティスっていうピラティスを、まあ、メディカル分野とこうミックスしたようなものを作ってるんですね、うん、フォームローラーっていう、まあ、筒状の道具を使うものなんですけど、まあ、僕が予防医学を広めたいと思った時に、まあ、本当に僕一人ではもう数の限りがある、まあ、1日見れる患者さんの数は決まってますし、ですからこれをもっと全国に広げたいと思った時に、やはり同じ心意気を持ってですね、同じ概念で、で、あの今分かっていることをできるだけこうシェアした仲間を作る、これがもう大事だと思っていて、その今団体を今立ち上げて、会員が今700人くらいいるんですね、うん、で全国にいるんですよ、うん、でその方々が、まあ、あのスタジオで教えていたりパーソナルで教えていたりフィットネスクラブに入って教えていたりするんですけども、そういう方たちをやっぱりもっともっと増やしたいっていうのは、やっぱり僕一人では本当に力がもう限界がありますので、そういう仲間を増やして、その方々が身近な方々の予防健康を高めていってくれる、これが僕にとってはもう一番の展望で、そのためにじゃあ僕は一体何をしたらもっとそのピラティスが、まあ、僕の作ったというかまとめたファンクションローラーピラティスが認知してもらえるのか、でその資格を取った方々がどれくらいこうそれで社会で活躍できるか、うん、そこをまあこれからどうやって作るかというのが僕の本当に展望ですし、まあやっぱりまず1000人は超えたい、1000人はまず超えていきたいですし、うん、まあ、もっともっとそこを強くしていきたいというのが僕の中にあります、うん、先生は今後の展望っていうのはどういった？僕の方はですね、今の、まあ、出版社ですね、まあ、運動体学の出版社は、書籍もセミナーも大体こうセラピストですね、まあ、セラピスト向け、まあ、医者もあのたくさん買ってくれてますけど、セラピスト向けにやってきたので、今後はこうリハビリの業界を中心としてやってきて、そこをやっぱり網羅して代表的な出版社になることがまず最初の一つ、うん、でそれが、達成したら今後一般にそのことを広めていきたいんですよね、うんうん、我々の業界すごい人たくさんいるじゃないですか、だからそういった人たちの考えを一般の人にもちゃんと広めて、うん、そして我々理学療法士だからこそ、うん、一般の人にできるエクササイズとか、うん、症状の分類とかね、カテゴリー化とか、それがあのもっともっとうん、よくできると思うんだよね、うん、こうなんていうの、ジムを作るんでも、うん、例えばカーブスってすごいと思うんですよ、だけどすごい社会貢献度が高い、うん、ただもっとそうではなくて、僕がやっていきたいのは個別性でね、うん、やっぱりそれぞれみんな違うから、それをああいう一般的にやっていくこともとても大事、うん、だけどその個別に特化した、あなたはこれが必要なんです、うん、だからこういうことやっていきましょう、うん、というジムで、うん、あとは書籍もそうだし、あの運動もそう、だからそういったことをあの広く広めていって、最終的には日本がやっぱりすごく、日本にいてこれは何だろう、チャンスという言い方は良くないかもしれないけど、日本がやっぱり世界に先駆けて最初に高齢化、超高齢化社会に突入しているわけだよね、そういった意味では日本でその健康寿命に、我々健康寿命に対する、うん、意識が強いから、健康寿命に貢献することができたら、うん、これは世界のモデルになると思うんだよね、うんうん、だから、まあ、大きな一番大きな展望としては世界の健康寿命に貢献する、うん、そういった企業になりたいなと思ってるよね、でそしたら当然いろんなものがついて回ってきますよね、うんうん、だからそれが、まあ、今考えている展望かな、今ウェアラブルなものがもうすごい、うん、あの技術革新が起きて、iPad でも動作分析ができるようになってきて、もうこれはちょっとこれから本当にこう今までの考え方ではもうイメージできないくらい技術の方が逆に進歩してきちゃって、それをどう僕たちが使っていくのかが試される時代が本当にすぐそばまで来ていて、これってそのまあ社会貢献だとかその技術移転っていうことをまあ僕は大事だと思っていて、なのでピラティスの人たちに理学療法で知っていることを伝えているわけです、でそれがもっといけば一般の方にもそれはいくはずだし、
その病気、疾病、障害、そういったものの知識を、まあ、ヘルスプロモーションという場合で考えれば、一般の方が知っている必要性があって、そのためには、まあ、教育で、教育はもしかしたら子どもの時からっていうことかもしれませんし、まあ、一般の方がすぐにアクセスできる、または自分のことをそのそばにあるウェアラブルとか iPad でもう自分の状態を把握できるっていう時代に多分来ると思うんです ね。でそこにこうこれから、まあ、企業としてもどういうふうにしてそこに関わっていこうか、今まあ、ちょっとあんまりもちろん詳しいことは言えないんですけども、まあ、VR の可能性はあると思っていて、今そういうベンチャーの企業と少しちょっと話も少し進めてるんですけども、やはりこう、まあ、触ってってこうなんぼってもう僕らもやってきたところありますけれども、これからは変なしこういうセンサーを使ったところもうまく使って、で今までの臨床経験と照らし合わせながら、ここで分かることだったらここと関係があるからきっとこれが言えるみたいになると、まあ、一気に一般の人たちに行けるっていう気がしてるんですよね。だから我々、まあ、医療人で技術者でありながら、会社を持っているからこその発想として、会社を持っている人みんな考えると思うんだけど、技術者でありながら技術をなくそうとするよね。だからそうですね、限界がそこに出ちゃうんですよね。だから技術者でありながら技術がなくてもできることを作っていきたいって言ったらいいかな、うんうん、そうですね、うん、それは多分会社を経営している人はみんな思うんじゃないかな、うんうん、だからそこに最終的にはね、もちろん技術が必要よ、必要なんだけど、うん、技術がなくてもできることをもっと増やすことで本当の技術はもっと高まっていくと、うん、こう対、まあ、国民とか対日本人とか世の中ってこう言ってるんですけど、それがすっごくリアルになったことがあるんですよ、うん、それは何かっていうとですね、八王子でバスジャックの事件が実はあったんですね、うん、西八王子なんですけど、で僕その時にちょうど、息子、ちっちゃい息子、その時長男だけなんですけど、ほんとそのすぐそばに住んでたんですよ。でニュースでバスジャックが起きてます、犯人がまだ捕まってませんみたいな、あ、いるか逃げたかなんかちょっと忘れちゃいましたけど、でそれですごい身の危険をファーッと感じたんですよね。でもしこの子がっていうふうに考えた時に、その今までなんか地域とか例えば町内にしろ八王子市とかにしろ、まあ、少し遠い存在というかで、まあ、本当家族って言ったら、まあ、自分たちだけ良ければいいみたいな、ちょっとあったかもしれないんですけど、それがこの子が例えば小学校に行ったら、その小学校にいる子どもたち全てが、まあ言ってみたら、うん、健康というか健全であることがこの子の安心にもつながるし、そこの学校の先生が、まあ、元気であればそこから習う子どもたちは元気になるし、そう考えてくると自分の息子が大事だと思うと、結局そこに関わる全てが元気じゃなきゃいけないってなって、そこから結構考え方が結構変わったんですよね。社会っていうのは全ての人が本当に元気じゃないと自分の家族は守れない。自分の家族は僕が見えるところで安全を確保したとしても、どっかにポンって行った時に何かに狙われたりとか何か起こったらって、そこでアウトなので、それをこうみんなの社会がそういうことがないようにとか健康でいられるようにっていう社会がやっぱりできないと子供は守れないって思った時に、あ、社会を何とかしなきゃ。そうすると僕にとってはうつ病が多いですとか自殺が多いですとか犯罪とかが起こるたびに何かできないかってこう自問自答していくんですね。まあできることは直接的には少ないかもしれないですけど、まあ、例えばヨガであれば、じゃあこういうふうにして心を落ち着かせるとか、怒りが出てきたりとかしたら、じゃあどうやってとかっていうことをもっと啓蒙できないか。それが人のためなんですけど、結果的には実は僕の家族を守るためになっているっていう。だから家族っていう存在が僕がこう社会に対して貢献するっていう下地になってるし、なんかそれがやっぱり僕の生きている意味みたいなところになってる気がします。先生はどうですか？まあ僕もまあ本当ね、先生と同じでやっぱり家族があって今自分があると思ってますので、まあ、特にやっぱり大きかったのは、実は僕本当ね、途中で今言いましたけど、早起き始めたのも息子がお腹にできてからですよね。できた瞬間から早起きずっと続けてるんですけど、やはりいつも家族に誇れる生き方したいって思うし、それがやっぱり原動力になってますよね。で
自分の時間を無駄にしないっていうふうに思えることの一つが、やっぱり家族からたくさんの時間をいただいているっていう思いが僕には強いかもしれない。だからね、好き勝手こうやってやって、企業も含めて、やってるけど、でも家族から時間をもらってるからこそ、だから本当は僕はやらないといけないことも、妻がやってくれてることもたくさんあるし、だからそれも含めて家族からたくさんの時間をもらっているから、自分はその時間をもらった時間を無駄に使ってはいけないという思いがあるかもしれない。だからそのことが、まあ自分のエネルギー源であり、自分がこうやって無駄にしなかった時間をね、ことにつながったのかもしれないなと、まあ、自分でこの質問を考えて言うのもなんですけど思いますね。煮詰まされましたね、はい、インドに3ヶ月、オーストラリアに3ヶ月も行ったんですよ今の話そうだなと思ったその間の妻 の, 努力を今本当に感謝感謝だなと、はい、今日帰ったらちょっと頭下げてきます本当にあの説はありがとうございましたってちょっと頭下げてきます もう会社の理念そのものですね。やはり予防運動っていうのをもう当たり前にしたいということですね。ですから、まあ、一般の方が例えばカフェでですね、こうちょっと飲んでたら、そういえば私右の立脚時間が長いんだよねそういえば私とか、ちょっと胸骨が下がっててとかっていうのを当たり前になりたい。もうついつい頭蓋が右に行くからとかって言ったりとか、もう重心がもう左に変異しちゃってとかっていうのが、もう当たり前にカフェで言われるようになりたい。なるほどでもそれ多分そんなに僕遠い未来じゃないと思って、まあそうかもしれませんね、思ってるんですよ、うん、だから一般の方が、うん、あそうそうでちょっとさ歩き取ってくんないとか言って、iPad でパッて取って、俺はすげえ歪んでるとかっていうのは、若い子たちが普通に多分やるようになったらすごく面白くて、で多分でもそれにモチベーションとか、やっぱり行動変容するためには利益がその人にとってのプラスのメリットがないとやってくれないので、例えばそういうので歩きが変わったら何ポイントつきますとかって言って、どっかの企業がそこに入って何かするとか、まあダイエットでいくらとかって今少し出てきてますけど、そういうのに近いようなことができてくると、もう本当に変わるなと。そこにどうやってじゃあうちの会社が入っていこうかというそこですねできたらやっぱ生きてる間にそういうのが当たり前になったら、もう僕としてはもうあとはあれですね、農作業して山で買ってですね山で釣りをして終わりたいと思ってますけど、I hope ですね、I hope ですけど先生はまあもうなんか成し遂げること山ほどありそうですけど、そうですね、多分僕が成し遂げたいと思うことは僕の人生では終わらないと思っています。でも、まあ、これから、まあ、弟子たちも含めてそれを継いでくれると思うから、それはワクワクしてますね。でただ僕はすごく思っているのは、僕子供たちにもう子供がね、子供言葉を覚えた頃からずっと言っていることがあるんですよ。でそれは何かって言ったら、人間が何のために生まれてきたかというその回答、こんなことっても哲学になっちゃうんですよね。でもこれは実は斉藤ひとりっていう人が言った言葉なんだけど、僕はねこの人のことをすごく深く尊敬していると同時に、まあ、10やったら10に嘘かなと思ってる、っていうのはなんか神様がこうやって言ったとかそういう話がある。でもねこの人の言ってることを信じた方が得だなと思っているこの言葉があって、それが神様との約束という言葉があるんだけど、人間は自分が幸せになること、そして神様、それと自分が幸せになることと、たくさんの人を幸せにするために生まれてきたと、これが神様との約束ですよってその人は言ってる、で単純な言葉なんだけど、今までいろんな言葉と出会ってこれ以上の生きる目的に出会ったことがないんだよね、やっぱり自分が死ぬ時に、まあ、自分は幸せだったなと、自分を取り囲むたくさんの人を幸せにしてこれたなって思えるようになりたい、これが、まあ、一つ人生で成し遂げたい最終ゴールと言ったらいいかな、まあ、このために生きていると言ったらいいかもしれません、だからこれが自分が成し遂げたい、でそしてそのためにこれを成し遂げるために自分がやることは何かと言ったら、やっぱり
いろんな仕事やってきて中でやっぱり僕は理学療法士なんだよね。だから会社の社長ね、出版社の社長やってるけど、やっぱり僕は臨床家なんだよね。だからそういった意味ではその臨床を生涯ね、まあ自分がどの立場どこに行けるかすら分からない、うんうん、だけどそんな人との比較ではなくて、自分がそれを真に追求しているっていうことかな、うんうん、それで自分の中で極めたいし、自分の中で入谷先生を超えたって自分が言いたい、まあ、他の人が評価することじゃなくて、うん、だからそれができた時に全部が達成できると思っているから、うん、臨床家として、うん、まあ、ずっと追求し続けたい、ね、ね、途中でも言った世界の健康寿命に貢献できるような、うん、そういった活動ができたらいいなと思って、それが自分の人生で成し遂げたいことかな、うん、僕今そのやはり臨床家っていうところにこう、うん、まあ、経営とかやって経営の人たちとこう会うこともあるじゃないですか、うん、でそれで相談をすることもあるし、まあ、いろんな話するときにちょっとなんか現場に出過ぎですよって言われることはまあまああるんですよね、うん、ですからもうちょっとそのしっかりと経営のところに集中した方がいいですよって言われるんですけど、まあ、ちょっと逃げもあります。それは逃げもちょっとあるところはあるんで、本当の経営者としてはちょっとそこは不適かもしれませんけども、臨床がなくなったら多分もう会社やらなくなっちゃうくらい、臨床をやってるところからアイデアが湧いてくるし、臨床をやってるところから、まあ、使命感が出てくるし、こういう人をもっと救いたい、やっぱりこういう方また来たとかいうところでやっぱり出てくるので、現場に立つっていう、坂本先生がやっぱり臨床を絡んで臨床っていうのは多分経営とか会社っていうふうに考えていくと、なんかお金の方にこう走りそうな気も、もちろんすごく大事だし、社員のためにもちろんすごく大事なんですけど、やっぱり臨床家であるっていうところはなんか外すことはできないなっていう気はしますね。いかがだったでしょうか。今日は私が尊敬する経営者中村直人先生をお招きいたしました。我々医療者であるからこそできる、そういった医療者だからこそ描ける未来というのは、まあ、我々は経営者ですけど、経営者でなくても全ての医療人が持っていると思うんです。つまり我々はみんな医療者だからこそできる、そういったさまざまな形で社会に貢献できる、そういった仕事じゃないかなと私はいつも思っているんです。そして中村先生には、まあ、今日話を聞いて分かっていただいたと思いますが、確かにって感じる、そういった素晴らしい発想があります。そのことで私もいつも勉強になっているんです。そういった意味で今回中村先生に多くのことを、ね、中村先生のことを多くの医療人そして一般の方にも知ってほしいですし、今回のテーマで先生をお呼びしてよかったとすごく思いました。中村先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。この患者さんとの出会いすごい大きく、彼女は私のことを神様って言いましたけど、私にとってみたら私の神様、42歳ですよ、解剖学教室に入ったのは。人並みならば人並みと、人並み外れには人並み外れ、ゼロはどこまで重ねてもゼロでしかないと、この2つに私は支えられてここまで来たターニングポイント。